はい、いつもありがとうございます、パーソナルブレイクですね。はい、こちらアメフトのプレート&パッチ。はい、ご依頼者 KA さん、はい、よろしくお願いします。はい、ワンパック形式なんでね、もう開けて、はい、すぐ終わっちゃいますよいしょ。はい、でベースカードにもルーキーあるんですけど、はい、いきなりマシソンランニングバックですね。99-25。あ、ジャージナンバーだ。ジャージナンバーですね、25マシソン。あ、 29？ いや、5だよね、これね、5だと思います。はい、レギュラーカードこのくらいの厚さですね。で、ニュートン42-60。はい、でひっくり返ってるのはこれ3位かな、ちょっと分かりませんが、とりあえずあのホッケ君、はい、ホッケンソンですね。よいしょ。おーおーおー、いいっすね。ジャンボパッチ、ルーキーです。ルーキーのタイトエンド、結構いい選手だと思います。はい、いいっすね。25-25。このジャンボパッチもあります。2つ窓パッチ、三つ窓パッチとか、結構場所もいいです。はい、でこちら、せーの、よいしょ。おー、レンドーさんのオンカードだ。あ、 NFL100 だ。はい、レンドーさんの、はい、オンカード来ました。70-99。前回スーパーボールチーフスが勝ったのは、その時のこのレンドーソンさん率いるチーフスでした。スーパーボール MVP ですね。はい、で、ちょ、2回会った時はすごい、まだもう14-15年前ぐらいですけどね、いいおじいちゃんでしたね。はい、オンカードいいですね。オンカードもやっぱり結構ふんだんに入ってます。まあ、ケースで多分6枚そこらぐらいは出るんじゃないかな、半分近くは出るんじゃないかなと思いますけどね。まあ一応3位1枚じゃないですか。で、プレート&パッチーズっていう、はい、名前のそのまんまの商品になりました。プレートはコーヘンですね、タリックコーヘン、インプレッションズのブラックプレート、ベアーズプレステージですね、これでもね。はい、という感じですね。やっぱね、パッチはね、はい、デカ窓、二つ窓、三つ窓とかありますんで、とても楽しいです。アメリカでもかなり評価高いですね。まあ、うちの値段だったらかなり安い方だと思います。はい、ということで、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。